こんにちは、八十四点一メガヘルツ FM サルース、FDK プレゼンツ。ソナイル・ラジオ番組パーソナリティの木村千代子です。この番組は、日常生活の中で、普段から気軽に取り組める災害などへの備えについて、片肘張らずに語ろうという番組です。今日は七月十九日。まあ本 本来なら海の日で祝日でで祝すよね私のね家に飾っているカレンダーも19日は祝日で今日、お休みのつもりだった、ね、結,構結構最近までですね私も19日休みのつもりだったんですけれども、ね、変更なってるんですよね、東京オリンピック開催に伴って海の日が22日でそして23日がスポーツの日。 なんですよね。ね、このスポーツの日は10月ね。10月に、あの、あった。 日がまあ、こっちに移ってきてということで、なんかやっぱり連休がかなり動いている状況なので、皆さんカレンダーをね。自分でこう手で修正されてる方も多いかと思いますが、今ちょうどね。目の前にあるあのスタジオのカレンダーも手書きで修正が <laughs> 入っています。あ <laughs>、そっかと思って22と23本来ならね。平日だったんですよね。まあ、今週は4連休あるということですので、はい、なんかね。今日。入れて 3日間か平日、まその後なんかちょっとしたねあの夏休みね働いてる方にしたらちょっと夏休みねいただいた感じの方も多いのかなとも思います。さあ私も今週どのように過ごそうかななんて考えているところです。 さあこの番組は毎回テーマを設けてそのテーマに合わせていろんな話をしていきますえさてソナエルラジオは FM サルースの YouTube ライブでも同時生配信中です FM サルースのホームページトップ画面のところに表示もされていますのでぜひそちらもアクセスしてくださいまた FM サルースはスマホアプリの FM プラプラでも聞きますこの番組ももちろん生配信中ですぜひアプリもインストールしてくださいね さらに JCBA サイマルラジオでも FM サルースをお聞きいただけるようになっていますインターネット経由でもぜひお聞きくださいメッセージの宛先は msg.fm-salus.jp でお待ちしていますこの番組は富士通電池でおなじみ FDK の提供でお送りします さて本日は熱中症への備えをテーマにお届けしたいと思います、えー、先ほどですね、えー、今日気象庁は四国が梅雨明けしたと見られると発表しましたねさあ梅雨の期間65日間四国をあったということで統計開始以来最も長い梅雨の期間だった ということですで梅雨明けの発表が四国単独で最も遅くなったのも統計開始以来初と、まあ、記録づくめの梅雨明けとなりましたで、これで全国各地でもう梅雨明けしたということでさあいよいよもう全国各地夏本番に突入しましたで、梅雨明け直後っていうのはまだ体が暑さに慣れていない中急な暑さとなって熱中症になるリスクが高まります 今週はまさに熱中症の危険が高まる時期にあたるんですよね今日は熱中症の知識予防や対策などについて日本気象協会推進熱中症ゼロへのサイトを参考にポイントをお話ししていきたいと思いますじは初めになぜこの熱中症が、ね、起こるのでしょうか 熱中症をこう予防するためにもあの熱中症発生のメカニズムというのを知っていただいて、まあ、自分にどれだけ熱中症の危険性があるかを理解することというのは大切になってくるんですよね。こう人は運動や仕事などでこう体を動かすと体内で熱が作られて体温が上昇しますよね。で体温が上が上った時はこう汗をかく。 これは気化熱って言うんですけどあとあの体の表面から空気中に熱を逃がすこれは熱放散って言うんですけど、まあ、このことによって体温を調整しているんですね汗をかいて体の表面からあの空気中にこう熱を逃がしてるっていうので調整してますで普段はこうしたあの体温を調整する機能がうまく行われていますので,で人の体温っていうのは36度から37度くらいに保たれている。 とということなんですね、まあ、ただあの気温や湿度が高い環境でこう激しい運動を行うとまあ体内で作られた熱をうまく外に逃がすことができなくなるんですよね、まあ、さらにそういった環境のもとでいつも以上に運動や活動を続けると体がまあどんどん熱くなってきてで汗をかいて体の水分や塩分が減っていきます。 そうすると体内の血液の流れが悪くなって体の表面から空気中に熱を逃がすことができなくなって汗もかけなくなるでこのように体温の調節がうまくできなくなると体の中にこう熱がこう溜まってしまうんですよね。それで体温が上昇していくということなんです。 ね、あのこう脳を含むこう重要な臓器っていうのは37度以下で一番うまく働いて体温が高くなると、まあ、機能しにくくななると機能ししにってしまうんですよねそして汗をかいてから体からこう水分がこう減っていくとこう筋肉や脳肝臓腎臓などこう、ね、臓器ですね十分に血液があの内臓に重要な、ね、臓器に十分にこう血液が行き渡らかなくなりますので それで筋肉が小村返りを起こしたり意識を失ったりあと肝臓腎臓の機能が低下したりということが起こってくるんですでこうして体の調子が悪くなって熱中症が引き起こされるんですねですのであの熱中症になりやすい、ね、この ポイントというところの中でまずこのメカニズムというところもちょっと知っていただくと何で熱中症になるのかなというとやっぱり体の中に、ね、熱が溜まってしまうというところなんですね。まあ、それによって脳を含む重要な臓器っていうのが機能しにくくなるで体の調子が悪くなって熱中症が引き起こされるっていうことなんです。でこの熱中症になりやすい人や状況っていうのもありまして熱中症の発生には体調とかあと健康状態でもちろん影響するんですよね。 体調が悪い時などは体温の調整機能が弱っているでそしていつもよりも熱中症の危険性が高くなりますで自分の体調や今いいる環境をぜひ確認してみてみくださいまたあの体温調節機能が十分に発達していない子どもやあの脱水が進んでもこう喉が渇きを、ね、感じにくいこう高齢者の方 なども熱中症になりやすいので注意が必要です子どもや高齢者の方は体調は周りの人がこまめに気をかけてあげるようにしてくださいそして暑さに慣れていない人も熱中症に注意が必要です暑さに慣れるには個人差もありますがま数日から2週間程度かかるんですよねそれまでは汗をうまくかくことができず体温が上がりやすいので注意が必要です このね、まさに梅雨明け後の今週が、この条件に当てはまるんですよね。で,ですので、これ、今週はですね。もう誰もが熱中症になる危険が高まります。梅雨明け後は、晴れて、気温が高くなる日が多く続くことがあります。まあ、今週、まさにそうですで。体が暑さに慣れていないことで、熱中症による救急搬送者数が増えてしまうんですよね。 今年からですね気象庁と環境省が運用する熱中症警戒アラートが全国での運用が始まっているんですね気温温度日差しなどの輻射熱から出される暑さ指数 WBGT って言うんですけど、まあ、この暑さ指数を指標としまして前日の17時頃及び当日の朝5時頃に当日の予測値をもとに発表されます 気象庁や環境省のウェブサイトなどででこれは確認できますのその他の熱中症情報、日本気象協会推進、熱中症ズレのサイトでも確認できますので、これ、都道府県ごとのこの先1週間の患者数の予測とか、あと熱中症情報、1日3回更新で出していますので、熱中症対策、予防にこちらもぜひ活用してください。まあ、特に梅雨明け直後の今週ですね、熱中症の危険度、しっかりチェックしてくださいね。 で熱中症はあの、体温常設機能がうまく働かなくなって、体の中に熱がた、まあ、まって、体温が上昇することで生じるという話を、まあ、先ほどしましたで。その他にも、高温で多湿な環境下ではもちろん、室内でも熱中症になることがあります。体の中に熱をためないように、冷房や除湿などで室温を適切に保って。 で暑さを我慢しないようにしてください。気温や湿度を確認し、あと衣類を工夫して暑さを調節しましょう。え特に今はですね、マスクをね着用していますので、屋外で人と2メートル以上離れているときはマスクを外しましょう。マスク生活が続いていますが、マスクをしているときには普段よりも意識してこまめに水分の補給、あと塩分の補給をするようにしてください。 スポーツドリンクなどこの塩分や糖分を含む飲料っていうのは、まあ、あのどちらも、ね、水分も塩分も取れますしあとあの塩分が入っているタブレットなども熱中症対策にうまく取り入れるといいと思います。 私も実際この週末ですね少し外に出ている時間があったんですけれどもやっぱり強い日差しの中で,で水分をこまめには取ってはいたんですけどやっぱりな体が少しだるさを感じたんですよねその時に時に塩分が入っているタブレットを、ね、持っていたのでそれを少し一つね口に含むだけでなんかさっと体があの回復する感じを感じました。 なのでやっぱり塩分も大事なのかなって自分自身のちょっと週末の経験で思っています。ですのでぜひ皆さん水分プラス塩分補給、ね、忘れないようにしてください。あとまあバランスの良い食事ですねあと十分な睡眠暑、まあ、さに負けない体作り心がけることもとても大切です。ではここで1曲お届けします。で、ね、カラーーバリエーション 月明紙でカラーバリエーションをお届けしましたえさて引き続き熱中症への備えについてお話ししていきます具体的にじゃ熱中症になるとどういう症状が出るのでしょうか代表的な症状七つご紹介します一つ目目眩や顔のほてり目眩や立ちくらみ顔がほてるなどの症状が出たら熱中症のサインとなります そして2つ目、筋肉痛や筋肉の経験小村返りと呼ばれる手足の筋肉がつるなどの症状が出る場合がありますそして3つ目、体のだるさや吐き気体がぐったりし力が入らない吐き気や嘔吐、頭痛などを伴う場合もあります4つ目、汗のかき方がおかしい拭いても拭いても汗が出る もしくは全く汗をかいていないなど汗のかき方に異常がある場合熱中症にかかっている危険性があります。5つ目体温が高い皮膚の異常体温が高くて皮膚を触るととても熱い皮膚が赤く乾いているなどの症状も熱中症のサインです6つ目呼びかけに反応しないまっすぐ歩けない声をかけても反応しなかったりおかしな返答をしたりするですね。 またこう体がガクガクと引きつけを起こしたり、まっすぐ歩けないなどの症状があるときは、重度の熱中症にかかっていますので、すぐ医療機関を受診するようにしてください。7つ目、水分補給ができない。呼びかけに反応しないなど、自分で上手に水分補給ができない場合は、大変危険な状態となっています。このような症状もどれかに当てはまっていた場合は、もうそして熱中症かなと思った場合は、 まずこう声をかけて、えー、意識があることを確認し、えー、意識がない場合にはすぐに病院など医療機関に連れて行くようにしてくださいで、意識がある場合は応急処置として涼しい場所へ移動してください衣類を脱がし体を冷やして体温を下げましょうあと塩分や水分を補給するようにしてくださいただし オートの症状が出ていたり、意識がないっていう場合は、ブリヤリー水分を飲ませることはやめるようにしてくださいね。熱中症を予防するためにも、熱中症の症状をぜひ知っておいてくださいね。で当日のね最高気温を知るだけでなく、もうその日の気温と湿度の変化を知る。ま室内の気温や湿度の状況を知る。 これよらの熱中症予防にとっても効果がありますので今自分のいる環境がどのような状況なのかを知ることは熱中症予防大切なポイントとなります熱中症の発生には体調が大きく影響しますので自分のいる環境を知ることと合わせて自分の体を知って体調に敏感になってください そして今日の話題の参考にしています日本気象協会推進熱中症ゼロへは7月12日から8月6日の期間熱中症についてのクイズに答えて暑さ対策のグッズがもらえます。えー、暑さ対策品などがが当たるキャンンペーンがね、えー 開催中となっていますので熱中症への知識を深めながら暑さ対策グッズなどももらえますので夏休みに家族で参加するのもぜひ、ね、いいですよねはい、まあ,あの今の時期いろいろ外出しにくいタイミングがあったりとしますがこういったウェブサイトの方を見ていただいて家族みんなで、えー、ぜひプレゼントキャンペーン参加してみて楽しんでください熱ゼロで検索してくださいね、えー、トップページの 一番上にキャンペーンの案内があります。ぜひチェックしてみてください。今日は熱中素縁の備えについてお話ししました。さて、なるほど電池式のコーナーです。今日も電池の豆知識や雑学をご紹介していきます。今日は もうすぐ小学生も夏休みになりますのでお自宅で電池の仕組みを学んでいただける果物電池をご紹介します電池はプラスとマイナスの電極を構成する2種類の金属と電解液があれば簡単に作ることができます例えばレモンに銅板プラス亜鉛板マイナスを挿すと果実が えー、あ、荷重がですね。荷重が電解液として働いて電池になるんです。電池は電池2種類の金属とあと電解質でできています。で、金属が化学変化を起こして出す。電子を利用することで電池になるんですね。レモン以外でもグレープフルーツやキウイなどの果物や。 汁がたくさんある豊富な野菜やあとじゃがいもなども電池になるんです。お子さんが実験をされる場合は必ず大人の人と一緒に実験をするようにしてください。なるほど、電池式のコーナーナでした。 日本気象協会公式電気サイト電気 JP から今週のお天気をお伝えします、えー、今ですね横浜の気温は、はい、32度7分まで上がっていますこの後34度まで上がる予想で,で東京は35度まで上がる予想でも真夏の暑さになりますねさあこの後もですね、えー、今週は天気予報 週間天気神奈川県の見てみますと、まあ、晴れマークがずらっと並んでいます。で気温はですね、うん30今日は3時を出明日は33度、水曜日も33度。 その後も 32°c ね。木曜、金曜 32°c ということで、真夏の気温がもうずっと続いて日差しのある状況です。え、ね、梅雨明けの晴れの天気が続いている状況。まあ、先ほども話しましたが、熱中症には十分にお気をつけください。で、今日もですね。この後ね、えー、お天気ですが、あのー、夕方。 以降ですね今日の夜はですね各地で激しい雨や雷雨の恐れがあります。 でお出かけには念のために傘を持っていただくと安心です局地的に雨雲やあと雷雲が発達する恐れありますので落雷や突風、急な強い雨にご注意ください最新の天気予報は日本気象協会公式天気予報メディア天気 JP で確認できますぜひ日々のお天気チェックには日本気象協会天気 JP アプリウェブサイトを活用してくださいね スライアンドザファミリースターンでホットファインインドサマータイムでしたえ今週のプレゼントです今週は富士通アルカリ乾電池ロングライフプラス炭酸型八個パックこちらですね今 YouTube ご覧いただいている方見ていただけているかと思いますがこのロングライフプラス炭酸型八個パックを抽選で5名様にプレゼントします住所・氏名・電話番号を 番組の感想を明記してこちらまでメールでご応募ください。プレゼントアットマーク fm ハイフンサルウスドット jp メールの件名には富士通アルカリ乾電池プレゼント係と記載してください。締め切りは7月25日メール到着分までです。たくさんのご応募お待ちしています。えそしてですねメッセージここでご紹介したいと思います。川崎市の女性の方。 いただきました。ありがとうございますえー、今まで今までですねえー。風害についてあんまり考えたことがありませんでした。屋外のものが強風で飛ばされないように、風が強い日は室内に片付けようと思います。ということでね。メッセージありがとうございますね。お考えいただくきっかけになったようで、とても嬉しく思います。 これから、まあ、台風の季節にもなりますし、まあ、風への対策も事前に何をどうするかを考えておくのが重要になりますよね。今後ともよろしくお願いいたします。あのメッセージの宛先、ね、msg アットマーク fm－ サルース。jp。こちらでも、ぜひメッセージいただければと思います。 はいということで今日はあの熱中症への備えについてお話ししましたあの、ね、今週1週間本当に梅雨焼け直後、ねえー、今一番誰もが熱中症になりやすいタイミングですお出かけの際には水分と塩分の補給をしっかりとしてあとマスクつけていてもあのしっかりとソーシャルディスタンス2メートル以上ある場合は無理せず外すなどして熱が体にこもらないようにぜひするようにしてください この番組は富士通電池でおなじみ FDK の提供でお送りしました。パーソナリティは木村千代子でした。また来週お会いしましょう。